い。声帯の位置がやっぱ上下に変わっていきながら、響かせ方もちょっと変えていってるんですよね。楽がもっとだこう言ってるんですよね。うん、抜いて、うん、一回引き戻して、ならちょっと後ろ気味に入れて、前に抜くっていう。この番組は、コロスポンサーでしょうなお送りします。よし、おー、おはようございます、おはようございます。来たね、来ましたね、来ましたね、来ちゃった。皆さんどうもこんにちは、はい、マイスクリーム講師のデスヌイ様本と、はい、ボイスドクターのリーです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、こちらにいらっしゃる方はですね、現役の耳鼻咽喉科のドクターであり、はい、ボイスドクターでございまして、はい、声の専門家でございます。で、私は普段デスボイスの先生ですね、がなりとか歪んでる声の専門家として普段活動しております。まあ、ボイストレーナーでございます。今日はですね、アドさん出たよ。で、最高サイ&コーの声についてちょっと、すごいよね、いよいよもう総動員しません、僕らのこの今までの積み重ねを。ライブ映像をですね、見ながら、拝見、聞きながら、拝見しながら、視聴者の方と一緒に、なるほど、ちょっと発声を、なるほど、細かく見ていこうじゃないかと、最後まで楽しんでご覧いただければと思います。このチャンネルでは日々ボイトレ関係のお話とかリアクション動画とか配信しておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあ見ていくんですけども、はい、去年のこれライブ映像なんですよ。はいはいはい、うん、新時代です。うん、新時代のライブ映像知ってる、知ってます、知っちゃってます、はい、これね、これもですね、すごいよね、これね。すごいので、これちょっと見ていきましょうか。うん。うん。きますよ。イントロから。ここはアカペラですよ、確か。新時代はこの未来だ。ああ早いんだ、ここ、もうね、ここ、この10秒で、いろんな情報があるわ、ね。もうね、これでご飯まあ2杯ぐらいいったんですけど、すでにね。だけど今聞いた皆さん、聞きました。はいはいはい。一発目のあの、出だしの、すごい、そう、声帯が鳴ったよね。声帯の音聞いたよね。これ一瞬裏返してるんですよね。かっこいいね。かっこいい。これ一瞬。パッてね、うん、こう、コキと声帯のコラボレーションですよね。確かに、一瞬こう裏返したところからの、パチってキャッチするような。パチってくるような感じ。僕これ真剣白羽織って呼んでるんですけど、すっかー、すっかー、ここの。なるほどね。かー、ここの部分。一瞬、この、うん、コキを、うん、抜いて、抜きながら、パチっていくから、うん、こういう風に。そう。こう、かっこいい。かっこいい。で、アドさんはね、これが超得意で。得意でか。そう。あの、このなんか、コキをめちゃくちゃぶち抜くのも得意だし、うんうん、それをキャッチアップするのも得意だ。なるほど。それが、もう随所にこれ、映像として現れてますよね。そう。で、これね、リスキーなんですよ。そう。これね、裏返ったまま終わっちゃう人いるんですよ。そうね。ってなっちゃう人いるんですよ。声帯合わせるんですよ。で、これをこの演奏ない時にやる。やれちゃってるって。メンタルも強い。確かにね。確かに。ごまかしが効かない。効かないんでね。すごいね、これ、ね。すごいすごい。一発目からね。ギャップ。綺麗。今の空気良かったね。そう、ブレスでこれね表現してる。これだから上手い人の特徴でもあるんですけど、あー、はい、もう発声する前から勝負決まってる。マジでそうなんですよ。これな、これなんですよ。これ分かってほしい。これね、空気で震えたもん。いや、あ、かっこいいって。で、その後案の定、うん、あのまっすぐなファルセットストーンってきますよね。で、ビブラートしてないんですよね。ビブラートって難しいと思うじゃないですか、うん、ビブラートかけた方が簡単だからね。逆にね、ロングトーンってビブラートかけた方が簡単なんですよ。だからこれクリーンなんだけど、うん、ピュアだよね。ピュアなと相当ね、この呼気圧がそれこそ安定してて、うん、このまっすぐを供給してくれる。随所だわ、リードが入って踊っている。あ、踊ってます、踊っている。これすごいですよ、すごい、これもすごいんですよ、うん、随所で踊るんですよ、うん、若いのにすごいっすね。ね、本当にすごい。これね、踊りながらこれやれるってのが異常ですよ。いわゆる、うん、スタッカートスタッカート気味にやりながら、うん、決してそのブツブツ切れてないでしょ。そう、うん、で、かつ、うん、あのスタッカートなのに一回一回のスタッカートでちゃんと深いところまで入れてるんですよね。なるほど。ジャムモノヤノモノ、この毎回グッグッ、この太さがちゃんとありながら、スタッカートでこう薄くなんないで、うん、こうちゃんと厚く厚く入ってるんで。なるほどね。気持ちいいんですよ。すごい。
いいね。これはもう素晴らしい。聞きたい。消して。ちょっと抜いたいし。ブレス。ちょっと薄いですね、ここは。いいね。いや、いいっすね。噛み合ったね。なんか、いい、噛み合いましたね。噛み合ったね。いや、これよかったな。いわゆる古希生態共鳴区っていうところなんですけど、噛み合って進んでったなっていうところ。すごい。マニアックやな。うん、こう噛み合ってました。だって音楽の変化に合わせて発声が変わってたんですよ。そうなんですよ。マジでそう。すごいよね。で、こう、違和感なかったから。ない。うん。楽器、マジで。噛み合いながら進んでってるから、この、なんていうかな、もう引き込まれちゃう。いや、すごい素晴らしいね、うん、褒め上手です。いや、ほんとに。で、技術的に半端じゃないのが、うん、なんか、例えば、ここは、うん、目を閉じれば未来が開いて、ここから熱くなる。うん、目を閉じれば、この辺結構ウィスパーな感じで、あずさんこれ結構得意なんですよ。うんうん、で、この抜け方が、うんうん、結構上級を知ってるっていうか、うん、抜けまくってるんですよね。うん、いや、なんだよ、抵抗感がないんですよ。そう。その、まあ、のど締めっていうかね、うん、締めがもうマジない。そう。なんか、過緊張感が全然なくって、そう。その、それが、それなりに僕、噛み合ってるって言ったんですよ。なるほど、なるほど。はい、とか、ツルツルしてるとかね。ツルツルしてますね。ツルツルしてる。マトさんの特徴。特徴ですよね。うん、その後、ラーいてて、ちょっとそれを掴みにいってるような感じで、うん、ちょっとこう、熱さを出してるんですよね。うん、終わり、終わり。ここね、そうなんだよなぁ。ああ、いい。そう、ちょっとちょっと垂れてますけどね、うん、なんかずっと変わりますね、うん、同じ人って感じ。これ今ね、声帯の位置がやっぱ上下に変わっていきながら響かせ方もちょっと変えていってるんですよね。変えてますね。にもかかわらず、それを強引に聞かせないから、いや、こう、うん、もう、永遠に聞いてられるよね。そう、トライアスロン。そう。すごい。滑らかな。すごいすごい。だこの、わざとらしくないですよね。確かに。全部彼女なんだと思うんですよ。めっちゃそうっすね。ね、うん、本当にそうだわ。すごい。母音もなんかアタッキーに行ったり、ちょっと抜いたり、いろいろやってる。ね。ああ、いいね。今の母音すごいいいな。ああ、全然いいよね。すごい。つながって全体高みが、ちょっと高いですよね。でもその前ね、転換器の、うん、の感じの深さというか、ね、おはここがすごい入ってるんですけど、つ、うん、でこう上に乗っけてきて、上に乗っけてきて、上下のこのバランスとこの塩梅のコントロールがすごいよね。そうすごい。これが多分歌詞にも載ってるから、うん、表現力にもうバリバリ寄与してるっていうか、ね、間違いない。すごいね。これしかも、今のこれな、何ですか何ですか、この声帯が、いわゆる地声と裏声を滑らかにいったよね、これ。お、いきました、はい、ちょっと聞いてもらっていい？これね、その、この時に、まあ音程とか取りづらくなると思うんですよ。うんうん、まあ、それをですね、まあ、がっちり捉えていきながら。うん、話したり掴んだりしてますね。うん、で、それをこう、まあ本当に滑らかに、ね、うん、やってるんで。例えば皆さんも、カラオケ行って、例えば、地声と裏声いっぱいね、こう、息しちゃうと、疲れたり、ヘトヘトしたり、あとは、聞いてる方も、うん、あ、きつそうだなって聞こえちゃったり、これをもう、表現力に落とし込んでっちゃってるよね。確かに確かに。これ大変ですよ、今のところね。でも、多分、うん、もう、マイライブごとに変わると思うんですよ。これはもう、この時に作ったやり方だから。なるほど。もう、本能的にやっちゃったんだ。あ、そう。もう、ね、だからもう、当たり前にやってる感じがすごく、うん、かもしんないね。いい意味で考えてないと思うんですよ。多分ですけど。って思います。そうね、うん、そういう印象が。踊ってるし。でね、ちょっとコーンパートに入っていきます。もうちょっとサビ。しっ、ね、声帯が鳴ってますね。鳴ってるし、鳴ってますね、皆さん。ここサイクヨこうニューワールド、サイクヨニューワールドっていう感じなんですけど、うん、行くぞって感じしますよね。する。羽ばたいてるもんな、ここ。サビ聞かせて。サビ聞きましょう。あ、すごい。さあ。ああ。変えて。ちょっと。
深めにいってるんだな、うん、言ってるよね。僕ね、一番注目したいのはやっぱ出だしなんですよね。まあ音楽でドラムだったらやっぱりスネアって大事じゃないですか。はい、ポンっていう一発目 ね、この一発目の感じを声帯で出してますよね。おー、すごいですよね、出だしの部分ね。このリズムも、うん、要するにメロも全部声帯が作っちゃってて、うん、でもう表現力もさっき言ったように呼吸をす呼吸がヒュンっていくのに声帯バチンってるんで、そのテクニックももう全部いっちゃってますよ、ね、休息もあるし、うん、コントロールもあるすごい。だからもうね、もう大谷くんのカットボールみたいな、ね、でその次シンカー来るみたいな、分かんないです。あ、僕大谷君すいません、ね、うわっなんか思うのは、うん、母音の引き出しも多くて、うん、今のタとか、うん、タちょっとあよりそ、はい、うじゃない、うん、しそこの前もちょっとあったんですけど、うん、どこだ、そうなんだ、ここもちょっとね、えよりあーいやわー、そうちょっとえよりだし、これね、いやこれそこまでいっちゃう、もうちょっともうちょっといっていいですか、うん、もうちょっといいですか、うん、次のあたり変えてこの絵も鬼寄ってる、その通り、その通りなんですよ、うん、で、ああ今のだもう鬼寄ってる、そうなんですよ、ね、うん、だからこれですね、うん、もう母音の概念をもう完全に、うん、自分の中に落とし込んでらっしゃるんですけど、そうそう、これね、うん、歌の上手い人の特徴ですよ、わかる、そうここな、そう、そうすることによって表現力というかね、いろいろなところに七変化できますから、そうすごいね、でも、ね、すごい、はい、そうね、変えてしまえばこのニュアンスね、このグラデーションなんですよ、そう、このテンポとこの、ね、確かにこのテンポではね、僕らは今これ単発でやってるんで、ゆっくりやってますから曲の中でライブで、ね、そうできませんって、クーラーも聞いて、クーラーも聞いてぬるま湯ですよ、そう、すげーって言いながらね、ええなっつってすごいよね、やってますよ、このライブのテンポ感で踊りながらやってますよ、しかもしかもね、どうなってんですか、夢はの夢でちょっとアタッキーでしたね、そこは良かったね、今のね、今のでここを掴んでるんですよね、そうね、うん、湯で行ってもいいんだけど、ちょっとぬるっとスイングがヒュにしてちょっとキャッチアップしてる、これな、抵抗がない、抵抗はない、無抵抗、うん、ね、すごいね、これがソースフィルターセオリーです、はい、わかんないです、はい、あ、すいません解説うわ、今のガロちょっと太くいったっすね、あ、うん、最後ちょっとね、イントロ側に入れてるようなイメージがある、これ最後の語りかけるような感じが、うん、話し声と歌声との連続性がいいよね、そう、しようちゃって、うん、軽いって軽いって、じゃああれですよ、ね、シンファルだ、これアドさん声優やってもめちゃくちゃうまいですよ、ね、あ、全然いける、全然いけるでしょ今の感じで、うん、僕 よく言うんですけど、モノマネ得意型なんですよ、うん、アドさんはで、僕もモノマネ得意型なんですね、うんうんうん、あと、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、松浦広大さんっていう、モノマネがお上手な方とかいらっしゃるんですけど、あの人もモノマネ得意型なんですよ。まあそうですよね。で、まあ得意、まあ当たり前なんですけど、で、このあたりの人って、やっぱ発声がすごく似通っていて、あ、そうなんですね。その、なんだろう、めちゃくちゃ、声帯って感じでもないんですよね。そうね、ツルツルしてるから、ね。ツルツルしてるんですよ。ツルツルしてるから、そう、その、例えば、歪ませることもできたり、うん、ホイッスルボイスも出せたり、うん、いろいろな音色を、うん、いろいろな形でっていうのがあって、うん、それをすごく感じますよね、はいはい、これを聴いてるとなんですけど、はいはい、ちょっとリズム崩して、ね、見せて、ね、見せて見せて見せてじゃないですね、一瞬裏声入れつつ、ね、入れつつ、ね、入れつつ入れちょっとリズムを崩しちゃう、うん、全部あるやん、すごいな、ちょっと狭く、すごいね、あ、ギリ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 、このリもちょっとこう LLL にして、僕はね、この綱渡りって好きなんですよね、綱渡りの綱はでそれぞれキュッキュッキュッってね、声帯の音聞こえますよね、うん、本当にでもね、これ文字通り綱渡りで、なるほど
そう。危ないんですよ、ね。これね、危ないんですよ。危ないね。ひっくり返りそうになる。ひっくり返りそうになるし、乱用しすぎると、ちょっとのずめ発生によっちゃったりするんですね、これ。なるほど、なるほど。だからちょっと危ないんですけども、まあ関係ないです。ねえ、できてるからね。危うさを感じないよね、すごい、危うさを感じない。もう何にもリスクない、これ。すごい。すごいっす、マジで。ここどんどん深くなってって入れてまたいきなりここに戻るからね。そうそう、ここに戻ってって感じ。すごい、ここがノーマルポジションですね。ノーマルポジション、ちょっと高くなって、ね、ノーマルに戻って、あで声帯はでもここで深くなってノーマル戻ってるよ。ノーマル、ノーマルちょい高め、ノーマル、ノーマル、ちょっと低くなって、今のかなり分かったっすね。やばいね、深いね。ここ最後、バーンはめちゃくちゃ、バーンはめちゃくちゃ深くて、カーがすごいポーンって抜けました、今。うん、いいっすね。あ、これ、C とカの、これ音程同じなんですよ。ピッチ一緒なんです。D5 なんですね。なんですけど、C は、そんなに、この上の方の響きはそんなに感じないんですね。割とノーマルなイメージ。で、カを、まあ、それこそさっきの真剣シルハドルじゃないですけど、やってるよ。一回抜いて、バチッといくことによって、こっちの方の高いなり、明るいなりが、より入ってる。入ってるよね。だからこれはだから、シーンを自分のものにしたい。してます。今、セカという、この歌詞に乗っけて、このテクニックを使ったよね。これすごいことをやってますよ。すこれピッチが同じなのに、カノが高く聞こえるんですよ。シノがね、暗い。別に悪い意味じゃなくて、シノがちょっと暗い感じ。カはより高く聞こえるんです。でも D5 なんですよ。っていうのは面白いですよね。最高よ、最高よって感じ。ノーマル。ここノーマルで、高く聞こえる。おぉ、今これすごいよ。すごっ。2個のこのバが全く違ったよ。違った、ブーと、バーが、そうね、違った。変え、てよ、最初の方が。しまえばーだよね。変えてしまえばーバーがあって、からの、いただきましょうか。すごっ。いや、すごい。いいね、どここれ、うわあーパーンで、ここもビブラートなくてシューンって、いいね、かわいい。いや、突き刺さったね。突き刺さったバーですよね。そう、すごいね、すごいな。突き刺さったな。声帯が鳴ったな。それしか鳴りました。鳴ったし、やっぱその太いっすね。太い、太い、本当に太いわ。ツルッツルしてるんですよ。さっきからそればっか言ってますよ。これだって、なんてならない。こういう響き、こういう響き、ここやばいな。え、ソースフィルターセオリーの専門家。違うよね。絶対違います。全然違いますよ。そして、あ、しかも今一瞬最後裏返しましたね、なんかね。バー、ここの部分、ね、あ、今のどうすんの。やり方、今のどうすんのさ。今だからひっくり返ってもないじゃん。うん、それはやっぱり呼気が連続的に出てるってこと。いやでもこれね、裏返してます、実はファルではないんですけども、あの要は裏声に寄りすぎぐらいのミックスを一瞬で最初一瞬でやってんの。バー、あー、すごいね、みたいにするとポンっていきつつ最後ツルって抜けます。どこだっけ今。 D っす。あ、違うね。バー、あー、違う違う。だからこのホイッスル感のある裏声も使ってって言ってるってこと。あ、でも本当にそれはそうです、ね。ニュアンスがね、すごい、ね。にするとツーっていける。いいね。いいね。かっこいいね。こんな表現力もあるんで。あるんです、ね。すごいね。いろんなとこでありますよね。で、この次もやばくて、この次。ここの、ここのトライアスロン感やばくて。すごいね。格がもっとと。こう言ってるんですね、抜いて、一回引き戻して、ならちょっと後ろ気味に入れて、前に抜くっていう。っていう感じだ。でもそこをまたこう、白羽取りしに行ってるわけです。そう、しかもしてる。だからまあ、すごいね。変化やば、ここの変化量はエグいっすね。でも、さらっとやってんの。さらっとやってんのよ。この曲の勝負終わりがね、なんでできるってやつ。すごいね。エグいっすよ。
ここ独特ですね、なんかね。あー、これはノーマルなんだけどね。これはノーマルなんですけどね。これをやってくれるからいろいろなテクニックが際立つよね。そう、最後ノーマル締め、ツルッツルしてます。いいね、ふっとふっと、やば、いいね。で、もう最後はちょっと太めに、ね、ノーマルからちょっと太めにして、いいね。新時代でした。いや、間違いない。歌詞も進化してますね。いや、してますよ。すごい、これ令和ですよ、これが。からのAdoさんって歪みをバリバリ使うわけじゃん。そうです、それは僕の畑です。あー、すごいよな。これはちょっとまたあの別の動画でやりますけど、うん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 、何人喉に住んでんだと、いう感じでございますね。すごく有意な時間だったなと思いますので、はい、興奮しました。興奮しましたね。今日の動画面白かったという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。先生のチャンネルも、ぜひチェックしてみてくださいということで、はい、またちょっとAdoさんについてとか他のアーティストさんに関して解説していきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。バイバイ。